彼に車を渡してやれ。その前に間違いのないよう十分扱い方を教えてな。俺の車に何か細工したの？元の車と似ているのは外観だけだ。中身は全く別物さ。それどういうことだ？どう見たって俺が乗ってた普通のトランザムじゃないか。いや、そう思うのも無理ないがね。今やこの車は世界で最も高価なスペシャルカーに変身したんだ。この俺に何の断りもなしな。なんだこの塗装は、赤ん坊の肌みたいだ。いや、見事な塗装だな。塗りムラもシワも全然ない。まるで鏡だ。塗装ではない。全く新しい物質を表面に結合させてこうなったのだ。つまり金属？金属でもない。ファイバーグラスともまた違う。失礼。これで力いっぱい叩いてみたまえ。やだよ、自分の車に傷つけるなんて。擦り傷さえないぜ。一体どうやって？驚くのはまだ早い。内部を見てからにしたまえ。ナイト2000にようこそ、マイケル。ありがとう。これはなんだい？スペースシャトルのコックピットか？これぞ理想の車だよ。世界中のどの車よりも速く安全で強力だ。燃料消費は極限まで抑えられ、運転は内蔵の高性能コンピューターで完全にコントロールされ、運転ミスや衝突事故などには一切縁がない。君は寝ていても構わん。もちろんわざと事故を起こせとパイロットが命じれば別だが。パイロット？この上空も飛べるなんて言うなよ。いや、だが自分で考える。考える？俺の車かい？願わくば我々の車と言ってほしいな。さて、全身から教えようかな。あんたは科学者だって聞いてたけど、いつから自動車教習所の教官になったんだ？運転免許は持ってるよ。先にガレージの扉を開けておくべきだったな。大丈夫、車の方は傷一つないよ。こいつは絶対衝突しないってさっき言ったじゃないか。システムさえ作動すればな。そのためにはまずコンピューターのスイッチを入れなくちゃ。これでよい。じゃあもうこれでほっといても事故は起きないのか？信用しろ。誰も信用しないことにしたんだ。さあ、テスト開始だ。お後は車にお任せするぜ。いつでもどうぞ。トラックをどうか扱いじっくり拝見しましょう。信じられない。ハンドルが勝手に動いて軽く追い越した。自動操縦だよ。え、気に食わんね。自分で運転した方がいいよ。コンピューターは君の安全を守るために最良の方法を選択したに過ぎん。今の場合は2つある。車のスピードを落とすか、それともスピードを上げて一気に追い越してしまうから。だったらなんで追い越すよりスピード落とす方を選ばない？その方が安全だろう。いや、それは。どうした？どうやらこの車の弱点をついたようだな。いや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 、そうじゃない。それは違う。ただなんというか。なんだ言えよ。君にいいところを見せたんだよ。なんだって？ねすると何かい？この車はガス欠になれや自分でスタンドに行き洗車もするってのか。うん。人間様はただの飾りに過ぎないってわけだ。そう取られては心外だな。この車は人命第一に考えて設計してある。君の命だ。別に俺じゃなくたってドライバーの命だろ。そうじゃない。君だけに限定してやる。マイケル・ロング一人にだ。マイケル・ナイト。マイケル・ロングはもう死んだんだ。いつから俺はマイケル・ナイトになったの？ここへ来た時からだ。運転免許証にクレジットカード。全てナイト氏の計らいだ。
ちょっと待て。その車の操作でまだ説明してないことが。心配するな。実際に走らせながら覚えていくよ。無茶だ。もし何かあったらどうする。さようなら。でもありがとう。ああ、言い忘れてた。俺あんたが好きだよ。何？気にしないでくれ。何でもない。礼を言いたかっただけ。ナイトさん、私はあなたを恨みますよ。先が思いやられる。シリコンバレーの中心地まで273キロ。さてと、何か音楽でも聴くか。レボンのやつラジオぐらいつけてくれてるだろうな。ご希望の曲は？なんだ今のは。シリコンバレーの情報をお教えしますか。誰だお前は。どこから送信してる。大声を出す必要はありません。普通に話していただければ十分キャッチできます。私はナイト2000に内蔵されているコンピュータの声です。 KITT と呼んでください。キットでも結構。キットだかキャットだか知らないけど、物を言う車なんて気持ちが悪くてとてもじゃないが乗ってられないね。レボンに頼んで取り外すか、それとも今俺がぶっ壊すか。申し訳ありませんが、どちらも不可能です。